おはようございます。サトシーニョです。本日は第47回ガチサバということで、愛知県江南市にあります扇屋江南店さんにやってまいりました。こちら、はい、それでは、いつも通り前日の下見の映像からご覧ください。どうぞ。まずは花火コーナーちょっと見ていきましょうか。こちらの角いいですね。6700ちょっと回ってビッグ27、レギュラーが20、合算143分の1、いいっすね。なんか来るたびに花火の稼働が上がってる感じしますよね。この加藤さんも27の17、結構出てるんじゃないですかね。これ4000枚、あ、すげえな。4000枚出てんの、すごいっすね。これも合算131分の1ですもんね。これ前日も出てんじゃないですか。うわ、すげえ、あ、すごい、これもすごい、111分の1。まあまあまあ、ゲームスはそんな回ってないですけど、この台もすごいですよね。この花火、前日9000回ってビッグ38、26ついてるもんな。いやー、背置きかな。まあ花も結構背置き多かったりするんで、こういう花火も同じような傾向あるかもしれないですね。いや、なんか来るたびに花火が強くなってる気がする。はい、じゃあ花いきますか。まあ、このホールさん、なんかいつも花火見てから花行くような流れになっちゃってるけど、やっぱね、花火と花が強いからね。あれ、これ絆どうなんだろう。8800、結構回ってる。で71回、どうだろう。まあ悪くはない、ありそうな感じではあるっすよね。過去1日2日前3日前あ3日間ドヘコミ台ですかね。ちょっと気になるデータではありますよね。3日間へこみの上げなのかな。もうね、普段あんまここのコーナー見ないんで、このホールさん来た時でも8800も回ってんでしょ。ちょっと気になるよな。気には止めておこう。気にはなんつうのかな、やっぱ AT 機の方が、まあ、低設定仮に打ったとしても一撃で跳ねる可能性とかもありますし、正直ね、今残り3回明日合わせてで考えた時にね、やっぱね、できれば AT、LT 機を打ちたいんですよね。状況的には花が一番いいんですよ。もうこんなんさ、42分の1とかさ、ざらにあるし、ほらこの台なんか見てくださいよ。もう3箱勝ち持ってますけど、4000枚近く出てんのかな。ビッグもレギュラーもしっかりついてるし、俺もすごいね、めっちゃ出てるな。ビッグ43回行ってますもんね。だからやっぱさ、手堅く行くんであれば、こういう履歴がもう平日でも当たり前のようにある花コーナーをね、それは打った方がいいんすけど、もう今のこのガチサバの状況を考えると、ああいう些細な履歴でも絆とか打ちたくなりますよね、本当。どうしよう。はい、ということでね、前日下見してきました。まあね、もうこちらのホールさんはね、よく来てるので、まあ下見してもしなくてもね、正直あんまり変わりないのかなと思うんですけども、まあいつも通りね、下見した感じでは、花火と、あとは花ですね。もうこちらは非常に強いと。で、あと、まあ、多少気になるのが、絆のちょっとだけ良さそうなね、ありそうな台が1台あったんで、まあ、多少気にはなるんですけども、どうしますかね。正直ね、まだね、狙い台とかも決まってないですよね。で、今ね、回転、あと20分ぐらいで開店なんですけど、結構お客さんもいつもより多い感じで並んでるんで、ちょっと急いでね、この後並んで台を確保したいなと思うんですけども、だからね、5000枚ね、なんとか出さないといけないんですよね。ここのホールさんね、花が強いんだよ。皆さんよく知ってるでしょう。残り3回のこのタイミングでね、来たくなかった。いや、他県のね、スロッターの方からも、愛知で花打つとしたらどこですかって聞かれたら、僕結構扇屋江南店さんを勧めること多いんですけど、もう日常的にね、しっかり花にはこうやって入ってるホールさんなんで、よく勧めるんですけど、すごくいいホールさんですよ。ただ今日来たくなかった。
いや迷ってますよ、どうしようかな、まだ迷ってます、オープニング撮ってる時ですら。ちょっとねあと20分でどうにかね心を決めて戦いたいと思います。どうなるか、残り3回、とにかく頑張ります。それでは第47回ガチサバスタートです。いやー、さあ、開店5分前です。俺何番目なんだろう、なんか今日すごい並びが多くて、こうねぐるーっとね並んでるんですよね。いつもの 2,3 倍並んでますね。いよいよ大木屋港南店さんの状況の良さが知れ渡ってきたのかなというふうに思いますけども、しかし勝つのは俺だ。さあ始まりました47回ではなく46回ガチサバ、解説はピスタチオ田中と、はい、甲子庵です。お願いします。さあ開店です。花行きましょうか、まずはね。おはようございます、お願いします。どうもです。いや、やばい、何これ、こんな状況、何やべえすごいね、花やべえ、これ台ねえよ、取れねえよ多分。わ、すごいわ、ダメだなんだこれあ、全台埋まったわ舐めてた。なんていうの、設定状況とあの並びの数が全然合ってなくて、こんだけ状況いいのに全然並んでなかったんですよ。終わりですみんなちょっと取れなかったよ。千葉から来たの愛知で花打つとしたらどこですかって聞かれたら、僕結構大木屋港南店さんを勧めること多いんですけど、いやー参ったね。あ、ダメだ、ほんと1台もねえわ待って待って、どうしよう。あ、でもバジ空いてる、バジにしようかすごいねこの差。もうこれ昨日言ってた台、これにしますね。しょうがないよ、取れなかったもん。じゃあちょっと今日バジリスク絆で様子見たいと思います。さあそれでは、朝一ですね、バジリスク絆フリーズ狙いで打っていきたいと思います。さあ1台目はフリーズ狙いのマジ絆ということで理由、花取れなかったんだもんまさかね、花取れないとはね。何せな1台前になかったの。もう散々ガチサバでもね、この荻川港南店さんの花の状況の良さはお伝えしてきたと思うんですけど、ようやく花開いたかと。ただね、自分が座れなくなるまで仙台にしたつもりはないんだよな。県外からがめちゃくちゃ多かったですね、大阪、千葉、埼玉、ちょうど、大学生さんとかね、春休みで。いやーでも今日花を確保できた人はめちゃめちゃ光らせてほしいな。あの鉄火場状態の花コーナーをね、ハイビスカス一色でこう染めてほしいっすね。ほんとね、特にほんと県外から来た人たちは花の魅力を堪能してもらいたい。あー、マグナムトルネードどういうことですか何今の占いでも見えぬものは来てるよ。おい、これは当たってもらわないと。弱い。できました。次は酒蔵の者です。できました。あれ。朝一チャンリプを外すとね、若干テンションが落ちる。前日がこの第201ゲームやめなんで。で一応背置き狙いじゃないですか、前日3000枚ぐらい出てて、だからちょっと300ぐらいまでハマってもいいですけどね。300ぐらいまでハマって、天井、酔い越し天井とかで当たってくれると期待が持てる。
なんだろう、あ、当たった。154ゲーム、何も引いてないっすよ。謎じゃないですか、コシさん。しかも、時東ゲームにもいなかったんで、ね、定格の可能性もありますよね。リープダカーで当たりましたね、これ。イーダイの挙動だよ。移植？移植が出てきてるから、うん、超高っすね。だね。投資が7000円。よしよしよし、いい挙動だ。さあ、ゲンちゃん。頼むよ。入った。やったー、来たぜ。一発で入りました。あー、これ積もっちゃったな。積もっちゃったかなって劇的に設定差があるわけじゃないですよね。まあまあまあ、当たりを積もったってことだよね、今のは。あ、そういうことですね。そう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 。嘘、復活。うわそう、いやー、無念。ちょっとね、本日初のバージルスタイムは単発終了ということで、いやー、幸先スタートを引き切れるかと思ったんですけど、いいよ、弱者確率。あ、来た。俺はもらったろ。すごいな、何でももらったぞっていうな。よし、来た。ほら、来た。いたか。おお、と。たまらないっすね、この展開。残り物には服があるって言いますからね、これ。来るんじゃない？まだいっぱい残ってたけどね、絆ね。そうですね。でもいいんじゃないですかね。えさあ、58ゲーム、青い色。いざ決戦の時。こっちはデスト。はい、よいしょ。いやー、いいっすよ。こうやってね、毎回入ってくれるのは本当に楽しいんですけどね。頑張れ。いやー、終わったか。3連ですね。ちょっと BC 絡みたかったな。いやー、2回初当たりを引けたんですけど、どっちもさほど伸びず。おっさん、さあ、さあ、マグナム、さあ、当たるか。いいよ、来た来た来た、トルネード、マグナムトルネード。え、嘘、ガチ圧。マグナムトルネード、これ両方黄色でも赤でもマグナムなの？青背景でマグナムトルネードで、赤でもマグナムトルネードだった。そうなんだ、スーパーとかつかないんですね。赤、お、確定。赤い色19ゲーム、いいね。サクッと AT 入りますね。ゲンちゃん、いやー、マジでこの BGM たまらん。うん、最終告知か。よし、素晴らしい。今のところ全くストレスなく打ててます。BC も比較的軽いですし、 AT もサクサク入ってくれるんで、そして弱点も落ちて、いやー、いいね。このままいってほしい。最近後半失速してるからな、ガスタバ。
とね。おお、びっくりした。びっくりしたぜ。ここで巻き物。さあどうか。エース来い。さあよし。完璧だ。よいしょ。赤いショック。積もりましたね。すごい楽しいっすわ。さあ、強チェリー。どうかな？これはもらったでしょ。ノーきついな、これは。ノマジか。今のは当たったと思ったな。ガッツポーズがすごい恥ずかしいっす。ダッサいな。ここは安心して打てますね。おーいいよ、ベル。うまい。あとは当てるだけ。頼む、当たってくれ。どうかな。あー、ダメっぽい。ダメじゃないこれ。あー、ダメか。あー、残念。いやー、当てなかったな。お？箱文字出てるよ。あれ、ベリーで当たったんじゃないこれ。おしんベリーで当たったろ。来た、当たってる。イエス。やったー。すごい。なんだこれ、めっちゃいいじゃん、はい、さあ、赤い初球26ゲーム。やべえ、めっちゃ楽しい。さあ箱を移しますか。ストッカーリンの時に広角いがせて続いてるとすっごいノリノリ感あるよね。はい、得した気分というか。さあ巻き物来ました。お、ありそう。今日4回目だよこの追走で引くの。あるよ、来たー。よし、速攻当たりました。さあ10ゲーム、青い色。よしよし。お、いいね。ベールに期待が持てる。なんか追走の時に引いた時の得点をもうちょっと強くしてほしかったですけど、僕はちょっとプラス10じゃ弱いわ。はい、どうすればいけんでしょ。おおしか。さあ当たってくれ巻き物。どうかな。ダメか。ダメか。ないかー。6対4。おかげん人数的に不利な状況。よー、先制攻撃。もう一丁、いいね。あるよ。なに、負けたか。ああ残念。
今800-230ゲーム回して、学長が22回。いいぞ。うわ、なんかうわすげえ、うわめちゃ光ってる、やば、うわやべえ、何これなんだこれ。おお、どうもどうも。静岡から会いに来ました。マジっすか。てか今日やばいよ、花々多くないっすか。花、ね、やばいし、過去最高に光ってるわ。これやばくない。やばいっす。今日いっぱい光らせてすごい光ってました。さあ開店から、2時間ちょっと経ちました。ドラゴン花花40台今のところで平均合算が154分の1。おすごい、40台でこの合算はもう間違いないでしょ。149分の1、やばいっすね。合わせて58台ですか。58台で平均 5に近いぐらいでしょ。これはやばいっすね。相変わらず今日も相当設定使ってると思われます。さあ500ゲーム到達。まったか。ちょっと1回ペナったんでちょっと伸びると思う。さあ来た、503ゲーム。どうですか。さあ当たりました。追加投資150枚、赤い色。さあ509ゲームですね。天井来たか。ダメか。これでミスる。さああと50ゲームで天井だ。うわびっくりした。当たったのか。また天井手前のネオ攻撃で当たったのかもしれない。あ、天井か、違うな、天井っすね。もう500超えてましたね。はい、505ゲームだ。はい、507ゲーム、赤い色。LED 青。ちょっとおぼろでいきましょう。頼む、当たってくれ。これで、あ、満月すんごい丸々しましたね。さあどうするかな。言うほど悪くはないですけど良くもないんだよな。さあ今ですね、総ゲーム数が2967ゲーム回して弱者66回。あー悪いね。 44.95 分の1、45分の1で BC が青い色5回、赤い色13回、青同色が1回でしょ。同色スペーラー少ねえな。いやトータル考えても6はないな。6はまずない。台数も5台しかないし、4がちょっと薄くなってきたかなって考えるとやめといた方がいいな。ちょっと絆これでやめたいと思います。さあさっきの絆をやめて移ってきました。ドラゴン花花です。花々コーナーめっちゃ出てますね。この台がですね、まあ、そんな言うほど良くはないんですけど、今2634回って BQ6 のレギュラー11、レギュラー先行台ですね。合算が154分の1ということで、
まあ今ね空いてる台の中ではこれぐらいしか打ってるような台はないかなということで、ちょっとこの台を打っていきたいと思います。さあ2台目は星さん、ようやくですよ。この花じゃ5000枚は出ないんじゃないかこれは。さあ現状ですね、さっき絆打って回収した枚数が1回流したんですけど170枚ちょっとなんで、700枚使ってるから、まあ、約500枚ちょっと負けてるんですよね。今2時だろう。ちょっとね5000枚厳しいです。ちなみに現在ガチサバで俺6連勝中なんですよ。確かもうね3ヶ月ぐらいね撮影で負けてない。ガチサバでは負けてんだけど、ガチサバでは勝ってます。まあ真面目にやってるからな。あとホールの状況もいいですし、花花に関しては絆でも高設定積もれてたし、あ、光ってた。241ゲーム、投資がレギュラー、投資が予選ですかね。追加投資予選、まずはレギュラースタート右。だ今回ねドラゴン花花打ってますけど、最近ね鳳凰の解析がちょっと出まして、なかなか面白い情報だったんですよ鳳凰は。最初ピーク引くでしょ鳳凰で、そしたらね2分の1で金振らせるらしいんですよ全設定共通で。これだから設定変更判別めちゃくちゃやりやすいんじゃないですかこれね。いやちょっと東海地方とか北関東あと沖縄ではめちゃくちゃ、おっしゃきた227ゲームめちゃくちゃ使えると思いますよ鳳凰の設定変更判別。さあ追加投資200枚、よし来たー23ゲーム、ドン、よし、おっしゃーレンチャン67ゲーム、あー化けっぽい、なんか滑った感じする。左75ゲームレギュラー、左っすかね。さあ現在合算が144分の1になってきました。あるよコイン持ちは、ちょっと待ってくださいね。33、あ、めっちゃ悪いっす、鬼のように悪いっす。追加投資、高校に来て追加投資、相変わらず花々はほぼフル稼働ですね。もう時間的にも仕事を終えてうちに来るお客さんたちも増えてくるような時間帯なんで、こっからはなかなか立ち回りも厳しくなるかもしれないですね。おーし、来た376ゲームピーク、追加投資100枚です。お、パネ振らした、あってもおかしくないですね。花火の合算がやばいっすね今。大平均2700ちょっと回って合算平均149分の1、なんだよ全6回あんだけ話し並みでも強いって言ってたのに、はい、全6を疑うレベルですよこれ。
よし。おっしゃー、久しぶりのフリークレーン嬉しい。よし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 、加工します。ようやく加工使える。バレンタインも近いということでチョコをいただきました。でもね、これもらったの男からなんですよね。こんなにたくさん。ツイッターの紹介文にホモじゃありませんっていう一文加えたのに。逆効果ですね。全然効果ない。俺ツイッターでマジでガチでホモな人に俺フォローされてるんですよ多分。見せます。ホモ相手真面目に募集してます、詳しくは DM ください。は大好きです。え、近いっすよ。ですよ、絶対ダメです。だって一番上に来るじゃないですか。あ、やっぱりってなりますよ、そんなフォロー返したら。今日一だな、面白いな、はい、ずっとやってきた勝ち様が終わるの寂しいな。なんとかあと2回で阻止せねば。今日は無理だ、こんな適当な台打って5000枚出すのは嫌だ。勝ち様は勝ち様らしくしっかり立ち回って、なんとも勝てる可能性があるんであればそこは追求していきたい。おっしゃー、122ゲーム。おっし、ビッグスだ。どうだ、まくったか。微妙なとこっすね。はい、じゃあ、まあ、時間ももうすぐ、終了ということでこの辺で、やめたいと思います。多分ねプラスだと思います。ちょっと流してみないと分かんないですけど、で一応打った台がこれなんですけど、4600近く回してミク14レギュラー陣なのでガサがこんな感じですね。5ぐらいですかね。でグラフが今のビッグが多分反映されてないんですけど、もうちょっとプラスで打ち始めたのがこの辺だと思うんで、まあ1000枚ちょっとあると思います。じゃあちょっと流してみます。はい、それではちょっとホール見てまいりましょう。バージ絆、僕が打った台とは逆の角台ですね。4000枚ぐらい出てるのかな、4、5000枚出てますね。これこっちか逆角だったか。でもまあまあこの台はね多分一撃だと思うんで、うん、まあでも一撃でも出せればいいんだよな。5000枚だから。僕が朝打った台はあれ持ち直してるじゃん、プラマイゼロぐらいですか。あ、そう、俺2だと思う。2か4あって4。さあ花火コーナー来ました。いや相変わらずめっちゃ出てる。この角2が5000ちょっと回って合算124分の1、3箱積んでますね。3000枚4000枚近く出てるのか。でここが4000ちょい回って合算130分の1で、そのお隣さんが合算153分の1で、お隣さんも155分の1で、多分この台もいいでしょ。花火強えな。俺どうよ、ピスピス打ちたいだろ、花火。大木屋コナンテさん、いいぞ。大木屋さん、呼んでくれないかな。さあ、花コーナー来ました。見てください、この角2台。友達同士でしょうか、なんか仲良さすげに打ってますね。肩を寄せ合って打ってますけど、すごいよ、でも本当出てる。135分の1と149分の1、ビッグにすごい寄ってるんだけども、あ、これはもう理想的ですね。5000ちょっと回ってビッグもレギュラーもしっかりついてきてますよ。いやー、そして
メダルの積み方がうまい。もうね、この辺がやばいんですよね。みんな箱使ってんすよ、ここ。すごいね。花いいね。まさに花々天国だな、これ。いや、ほんとですよ。超出てんな。ね。すげー。あー、もうこれ理想ですよ。さあ、一通り見てまいりましたけど、まあ、やっぱり花は強いですね。鉄板ですね。あんだけ朝人が流れてくるのも納得で、あとはね、花火はめちゃくちゃ狙い目っすよ。花火好きは一回来てほしいな。あのネットでデータ見れるんで一回見て本当遊び来てもらいたいなと思うぐらい状況いいと思います。はい、お疲れ様です。ただいま実践の方終了いたしました。それでは結果の方から発表したいと思います。本日の総投資が1200枚、そして総回収が、うわ微妙だな、どうかな、うわ待って微妙。1台目のバチの回収が171枚なんで、1239枚、ちょいちょ本当にちょいプラス。ダサい、ダサすぎる、映さないで。本日プラスの39枚でした。まあね、39枚浮いたんですけども、まああれがあれなもんで、まあ、人数的には7、80枚ぐらい、まああれだったのかなと。サバイバーはまあプラスですけどね。はい、それでは本日を振り返っていきましょう。朝一はですね、動画でも見てもらった通り花取れずに、すごかったですね。あんなに人が溢れるかっていうぐらい花コーナーに人が流れていって、まあ、取れなかったんですけど、まあまあそれだったらしょうがないかと思い、まあ、5000枚チャレンジのこともあるんで、まあ、狙い台の一つだった、昨日ちょっと良さげに見えたバジの据え置き狙いで、絆を打ちました。で序盤はねめちゃくちゃ良かったんですけど、まあ、最終的にはもう全然ダメでしたね。多分まあ予想設定は2ですかね。弱調も悪く、まあ今見た感じもへこんでたんで、まあ、BC も赤に寄ってたんで、まあ、2だったんじゃないかなというふうに思います。でこの台で700枚使って回収が171枚ということで、まあ500枚ちょっとマイナスだったんですけども、で2台目に、ドラゴン花、打ちました。まあそんなにね履歴も良くはなかったんですけど、まあ全体的に非常に状況が良かったんで、まあこれぐらいの確率だったら打てるかなと思って打ったんですけども、まあしっかりちゃんと出てくれました。総投資がですね、これの台で500枚使って回収が1068枚、しっかり出てくれましたね。で個人では、1952ゲーム回してビッグ8回レギュラー6回ということで、合算がね僕個人では139分の1いいっすね。うん、でビッグ8回引いてスイカが5回、これもいいでしょ。でベルはちょっと悪かったですね。8分の1ぐらいなんで1より悪いですね。でパネフラーが8回中1回で、レギュラー中のあのビタ押しのサイドランプが左が4回で右が2回だったんで、まあ、奇数より5ぐらいはあってもおかしくなかったような感じでした。はい、本日ですね、まあバジーそしてドラゴン花花を打ったんですけども、最近あれっすね、なんかもう花かバジーかオキドキかみたいな感じになってますけども、難しいな本当に5000枚。まあ今日ですねプラス39枚ということで、サマイ的には7連勝、勝った気分ではないですけどもね。まあ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 趣旨的にはあれですけども、まあそういうことで、勝ちは勝ちというか、まあまあまあ今日はそんな感じで終わりましたけども、次回はしっかりね ART機で設定狙いができるホールさんでの実戦となりますので、ちょっと抽選なんでね、抽選次第にはなるかと思うんですけども、ちょっといい番号をバシッと引いて勝負したいなと思います。まあでもねあと2回でしょう、やるしかない、もう A タイプは打たないでしょう、宣言します。したやつやばいんでどうにかマジで奇跡をねなんとか起こしたいと思います。頑張ります。それでは第47回サバこれで終了です。あと2回よろしく、バイバイ。さあコシさん、はい、
プラス39枚作業でございます。いやー勝ってんのはすごいけどね、立ち回りがね、これ負けない立ち回りだよね、動き方が。まあそうですね、5000枚を出すための立ち回りというか動き方がじゃないからさ。まあ正直あれだけもう徐々に人が増えてきたんだったらもうちょい早く並んでほしかったなっていうのは思いますし、これだけ店内状況良ければ、まあ、今まで並んでなかった方がおかしいですから。まあけど今回で一気に増えてただけかもしれない。で倍ぐらいになったんですよね。倍でしょ。まあ倍か、まあ、そこはね、まあ、いいんだよ別に、まあまあ、しょうがないからさ、はいはいはい、人が多いのは。こいつはなんかちょっと悪いですか。え、機嫌悪いですか。悪くないよ別になんか言いたいこととかありそうですか。あるよ。もうなんかもう5000枚狙いに行ってほしいなっていうね。あ、うん、花打ち始めたの多分2時とか3時とか、まあもうちょっと前かな、1時2時だろうし、うん、そこからね、まあ6ぶっちぎってこれは6だろうって花打ったんならまだしもね、うわちょっときつくないかな、そこから花打って5000枚はね、3枚で。俺あれだよ、あのなんたらあんぎゃってやつで、はい、最終回で、はい、まだ3枚、あの万枚目指す状態で、はい、だからもう最後打ちたくもないスーパービング打ったからね俺は突っ張ったよちゃんと俺はずっとその後で時間ギリギリまで打って、もうこっからだとゲーム数が全部閉店まで続いても多分足りないなっていうところまで俺は打ってやめたからね。あ、まあ次回あたり ATRT 機を打ってくれると僕は信じておりますので。まあまあ今日は最初朝一絆言ってるしね、はい、うん、でほらまあまあまあしょうがないですよね、うん、で負けない立ち回りをやって状況を見たかったんだと思いますよ他の。そうっていう風にしときません。僕も今どもっちゃいましたから言葉がスムーズに出なかったところで皆さんお察しということで次回またお願いいたします、はい、それでは本日はどうもありがとうございました。お疲れ様です。